はようございます。お久しぶりの、更新になってしまい申し訳ございません。ちょっといろいろありまして撮影の方ができなかったんですけれども、今日は、ちょっと高瀬峡というところに、撮影しに、今向かっているところです。だいぶ山道に入ってきております。一本道ですね。とりあえず高瀬峡駐車場に、着きました。今日はこっからあそこまで行く予定だったんですけど、なんと今日行けたところはここまでです。たくさんあるんで、どんどんこれから行きたいと思います。残念でした。ここまででした。ここね、残念。また、後日行きたいと思います。ここが石渡川になります。まあよく撮るのはこちら辺ですけれども、次に丸池様に行きたいと思います。綺麗だね。なんか溜まってるから、よし。
か最近沖野さんも来てましたね。まあよく皆さん写真家さんとかがよく来るような場所みたいですけれども、私も去年も来てますし、まあいつ来てもいいとこだとは思います。はい、で左側にあるのが鮭の養殖場になります。綺麗だ。お疲れ様です。ちょっと久しぶりに撮りましたが、やっぱカメラは楽しいですね。これからどんどん多分撮り行けるスポットが増えてくるのかなと思いますし、桜の季節なのでいろいろ撮っていきたいなと思います。まあ、今日はこのようなところで終わろうかなと思いますので、また次回の動画までお待ちしていただければなと思います。それではまた。